速稼塾の久保です。久しぶりにいいもの買いましたよ。これなんだかわかります？これ首掛けのファンなんですよ。まあネックファンというふうなね、呼び方をするのかなと思いますけども、こちらにエリメクトカゲみたいにねこうやって掛けると、こう風が吹いてきて顔がすごく冷たくなるという、涼しくなるというね、代物でございます。まあこんなね冗談みたいなグッズなんですけども、結構ねこれね歩くのにいいんですよ。でここにあると鬱陶しかったり重かったりうるさかったりするかなっていうところもありましたんで、それも試しの意味でね買ってみました。はい、ここに書いてあるのは羽なしね、髪の巻き込み防止ということで、羽で回してるわけではなくってね、首掛けファンって書いてますけども、なんでしょうね、羽がないらしいです。髪の毛をね巻き込まずに済むというやつですよね。それから低騒音なんで、なかなか雑音も入りにくいということらしいです。会話の邪魔になったりはしないらしいですよね。あと長時間使用可能ということでね、結構充電はUSB-C でやるんですけども、結構ねなんか何時間も5時間6時間8時間8時間持つらしいですね。あ、違う、8時間充電すると9時間から18時間使えるそうですね。いいじゃないですか、なかなか。あとはパワーなんですけども、これね9000mAh ですか、だいたいね9000を超えると、9000で6000を超えるとね、ああ吸ってるなとか吹いてるなっていう感覚はかなり強く感じるんですよ。ですんでエアクリーナーとかもね、だいたい9000パスカルとかを目安にして私は買ってるんですけどもね、まあ、開けてみると大したもの入ってません。こういうふうなちっちゃい説明書、まあ、読まなくても大丈夫っていうのと、充電用の USB ケーブルでしょ、うん、これ USB-C のタイプになってます。それからこういうのに、こういう代物に入っていってですね、本体はこれですね。はい、本体これで USB-C で、充電中は赤くなっていて、充電ができると青くなります。でちょっと外しましたけど、使い方はむちゃくちゃ簡単で、ここには1個だけボタンがあるんですよ。ちょっと見えにくいと思いますけど、このボタンを押すと3段階レギュラー、ハイ、パワー、キル、この3段階ですね。でここから風が出るんですよ。だから反対にやっちゃうと何も出ません。ですのでこの穴が開いてるところを上にしてこういうふうにかけるんですけども、これがねこう自在にこう縮むんですよね。だから落ちることもないし、あとねこう物を置いてあるっていう負担感は全くないですね。すごく軽いっていうか、置いてることは全く感じません。でちょっとこれスイッチオンしてみますね。あ、もう風が来てますよ、顎のところに。私のエラにだいぶ風が当たってます。ちょっと早くしてみましょう。第2段階で高い音が鳴りました。これだと風の勢いはちょっと強いです。次マックス、十分な涼しさだと思いますよ。ただ外気温が暑いと、その暑いのが飛んでくるだけなんで、冷水のこう空気が来るってわけではありません。ですからね、そよ風がいつも吹いてるって感じですかね。でもね結構ねこれで暑くないですよ。さっきも歩いてきたんですけども、汗はかきますけども、不快さは一気になくなります。これねかなりいいですよ、おすすめです。3000もしなかったと思うんですよ。ですごく軽いですよね、うん、すごくいい、うん、でここにはファンもついてないんでね、多分ここにファンがついていて、この風がここから出るんで、髪の毛がこの中に入っちゃって巻き込むってことはないでしょうね、きっとね。こうはめてこう縮めると、はい、とっても良かったんで、締めようと思います。3000円しませんでした。60数パーセント割引で、実際は1万数千円するみたいですけども、私がね、7月5日の時点で発注した時は、2800いくら、まあ、3000円しない金額でした。すごくこれはね良かったと思います。もう1個買おうかなと思うぐらいですね。はい。